どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、肉屋を1回やった後にジャックを2回遊んでいきたいと思います。では早速いきましょう。まずはマーカス、そしてフィル、ゲイリーでジャック、マップはバンカーですね。まずは左側のサバイバーを索敵しに行きます。音か足音が、足音ありましたね。足音は聞こえなかったんですけど、ただ扉を壊さないで方面で逃げられると非常にまずい感じではあります。ただ開幕一番最初に見つけたいゲイリーかフィルのうちの一人を見つけることができました。ただ一台つけられると、まずいな。全然扉が破壊できてないのであまりいい展開ではありませんね。救助も早い。あ、ここやってるな。で、ゲート横の扉も破壊して、こっちに2人いるっぽいですね。どこ行った？叫びが重なって誰がどこにいるか分かんなかったですね。やられたわ。これまずいですね。順番に蹴っていくしかないですね。まずいまずい、本当にまずい。どこに？で、ビルにワンパン入って、あ、鉄の扉開く音聞こえましたね。これやってたんじゃないの？やってないか。救助も定期的にされて、しかも全然見つからない。で、さらにワンパンが入って、赤い足跡ありますね。で、扉が開いたままになってくれてて助かりました。ジェネレーター蹴り入れて、これやってんじゃないの？やっぱり。これで救助入られたら非常にまずい。なんか鉄の扉開け閉めしてる音が聞こえますね。右にも一人いる。で、2人死亡ですね、今のところ。これ足めちゃくちゃ速いんでジャックっぽいですけどね。ハープーン投げましょう。あ、しまった。ハープーンじゃなくてナイフにしとけばよかったですね。これやっちまったかもしれません。あ、木の扉開いてるんでここにいますね。これ通電させられてたらハープーンがクールタイムだったんで非常にまずい状況だったんですけど、
まあ、この状態で目視さえできれば、あ、できましたね。あ、ミスる。そう、マーカスにはこれがあるんですよね。まず一発入って、これは左に行くしかないでしょう。このまま上に行って救助はかなり大胆な行動なんで、やりづらいですよね。まあ序盤からちょっと終わってる雰囲気ありましたけどね、なんとか勝てましたね。ではジャック2回遊んでいきましょう。まずいきなりジャック2人、そしてゲイリー、リナで、お相手が肉屋と。マップは人員ですね。扉少なめなんですけど、ジャックは足が速いんでね、それだけでかなりのアドバンテージが持てるんで、扉が少ないマップでもやっていけますね。ただ開幕来られるのは避けてほしい。はい、いきなり来てるよ。まあ、ジャックはマップの上側をね担当したかったんですけど、開幕を追われてしまってはどうしようもないですね。で、一番見つかってほしくなかったゲイリーがやられましたね。まずここをつけてから、救助に来ましたけど、かなり近くにいますね。懐中電灯、危な、今攻撃振りかぶってましたね。どうするこれ、あえてこっち側に足跡を出してこっちに来てくれればって言ったところですけど、私も危ないので指を使いましょう。で、その間にジェネレーター1台ついて、残り1つになりましたけど、アイテムのクールタイム中なんでかなり危ない状況ですけど、味方がつけてくれて通電と。いや、リナ一緒に開けてれば開けれたのに。さすがにあれは無理っすね。で、やられて、大輝釣らない？なら下のゲート開けましょう。あ、ちょうど離れたとこ釣られましたね。で、ジャックがアイテム投げつけた後にワンパン食らってますね。相打ちです。下のゲートは開いたと。さあ、問題は救助できるかどうか。ゲイリーは迷わず脱出していく。指輪のクールタイム待ちましょう。まあ、これサイコ側が離れる理由ないですからね、この状況だと。本来ならばね、この逃げてる途中のリナが1秒で救助してね、みんなで脱出っていうのが理想なんですけど、どっか行っちゃいましたね、最後ね。そのまま脱出しましょう。途中までは良かったんですけどね、そう崩れしましたね。ではもう一回行きましょう。お相手崇拝者、味方はメアリー、フィル、ゲイリーですね。マップはバンカーです。なんとかフィルとゲイリーをたげられないようにしたいところではありますけどね。
メアリーはよく叫んでくれるので竹を取ってもらえればなと。でなるべくマップの上側の危ないところはやっていきたいんだけど、さっきもこのパターン見たぞ。ただ私は許された。メアリーを追っていく。で一発食らって、これで痕跡が残らなくなったんで、扉をうまく使えば負けるかもしれませんね。でなるべく危険地帯、マップの右上付近はジャックが担当しましょう。で安全なところをより1台でも早くね回してほしいところなんですけど、まだついてないですね。ジェネレーター触ってないのかな。こちらはもう2台終わるところですが、2台同時について残り2台になりました。あとやってないとこってどこですかね。鉄格子蹴ってる左下側かな。ちょっとしか触ってないですね。全然ゲージが進んでない。ゲイリーとフィルならあっという間につけれるはずなんですけどね、つけてないということはプレッシャーかけられてあたふたしてる感じでしょうかね。ただまだ誰もやられてないですね。これで残り1つになりました。扉かなり破壊されてますね。相手崇拝者なのにだいぶ時間かかりましたね。ただ通電まで、ま、とりあえずは行けましたね。下側にいないかこれ。あ、ちょうど走ってくる。あ、追ってくるね。懐中電灯当ててアシストしながら時間稼ぎましょう。今のうちにゲート開けててくれると助かるんですけどね。どうでしょうか。どっち行くこれ。上空いてるような気がするんですけどね。あ、下が空いてた。素晴らしい。メアリーどこ行った。でサイコはマップの上側付近にいるっぽいですけど、あ、上も空いてますね。両側空いてるじゃないですか。これ起き上がる時間をエナジードリンクで走り回って稼ぎましょう。メアリー起き上がるんだ。そして逃げろ。でもうすぐ懐中電灯のクールタイムが回復するんで、あ、逃げましたね。脱出しましょう。危なかったですけどね、なんとか脱出できました。はい、今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。